じゃあ、人からネーム、春巻さん。ありがとうございます。じゅんちゃんこんばんは。こんばんは。じゅんちゃんは最近一人で桃太郎を演じるのにハマってらし、ハマっているらしいですね。桃太郎におじいさん、おばあさん、犬、猿、キジ、鬼、すべてを一人で演じるとか、ざっくりでいいので、一人桃太郎を演じてみてくれませんか？桃太郎？うん、いいよ。一人桃太郎でしょ？はい。ばあさんやー。なんか桃がどんぶらこどんぶらこつって流れてきたよ。はや、そうかい、兄さん。わしゃ、あんな大きな桃は見たことないね。そうだね、ばあさん。拾ってみようかの。そうだね、じいさん。よいしょ。じゃあ、切ってみようかの。ばあさん。僕、桃太郎、鬼退治に行ってきやす。でも、一人で鬼退治ってできないよね。おばあちゃん、どうしたらいいと思う？そうだね。犬と猿とキジと鬼、ちょっと待って、犬と鬼違う。犬と猿とキジを集めてくればいいんじゃないかい？そうか。ありがとう、おばあちゃん。行ってきまーす。ワンワン。お、いたいた。団子をあげるよ。ワンワン。キーキー。キー。あ、お猿さんだ。団子をあげるよ。キーキー。バサバサバサ。バサバサ。チュンチュンチュン。バサバサ。あ、キジだ。団子をあげるよ。こうして仲間になってくれた三人、僕たちは鬼退治へ出かけるんだ。ガオー。俺が一番悪いやつだぜ。この町のリーダーさ、お前かい桃太郎ってのは。そうだよ、お前を倒しに来たんだよ。そうかい。さっさと倒しておくれよ。ずしゃー。私、あなたはじゅんちゃん。あ、怖い怖い怖い。あ、無理だって。一人桃太郎とか何なの？流行ってるの。そうなの。ハマってるのよ、これに。だいぶ時間潰せるからね。うん、もうなんか3分ぐらい経った気がするもんね。うん、これもね、そう、スピンオフとかね。そういうの送られてくんだろ、どうせ。